はい、こんにちは。パーカッションの高文です。この動画はカホンという楽器の演奏方法について徹底的に解説していくカホンパーフェクトレッスンというシリーズの第2回目でございます。第1回、前回ではこのカホンの座り方から構え方、ストロークの仕方、ハイトーンの叩き方というところまで解説しておりますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回第2回目はですね、このカホンのミドルトーンの叩き方について解説していきます。はい、カホンのミドルトーンとはこんな感じの音になります。はい、はい、一般的なカホンのレッスン、カホンの教則本や教則ビデオなんかでカホンを教えるときは、まずはこの高いハイトーンと低いベーストーン、これらを覚えて組み合わせて、みたいな感じでね、叩きましょうみたいなものが多いと思うんですけれども、決して間違いではありませんし、簡単に手軽にできるのはすごくいいことなんですけれども、これだけだとね、カホンの魅力っていうのは実は10分の1も味わえないのではないかなと感じておりまして、このレッスンではもうちょっと深いところまでやっていきたいと思っております。で、今回やるミドルトーンですね、これそもそもこんなのあったんだってね、ミドルトーンという存在すら知らなかったという方が多いのではないかなと思います。まあ、簡単に言うと、この高いハイトーンと低いベーストーン、これの中間に当たる音ですね。まあ、高すぎず低すぎず真ん中という点でミドルトーンというわけです。はい、簡単に言うと、このミドルトーンというのはハイトーンと同じポジションで同じ位置で叩いて、その音色を変化させる、まあ、具体的にはハイトーンよりも低い音を出すという叩き方になります。ちょっとやってみますね。まずハイトーン、はい、次にミドルトーン、はい、この音色の違い分かりましたでしょうか。はい、ミドル、はい、ミドル、口で言うとハイトーンがカッカッカッカっていうのは高い音の成分で、ミドルトーンはもうちょっと低いトッとットットっていうな、トッとットットカッ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 とットットカッ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 と、はい、このような違いになります。で、これができるとですね、このハンドパーカッション、手で何かを叩く、この表現の幅がね、ぐーんと広がります。単にこの叩く位置を変えるっていうだけではなく、同じ位置を叩いても音が変えられるっていうことができるっていうのが、ハンドパーカッションによってすごく重要なことだし、これができるとむちゃくちゃ楽しくなりますので、ぜひ習得していただきたいと思います。では試しにですね、このカホンでハイトーンとミドルトーンの2種類の音だけを使って簡単にソロを叩くってね、ちょっと縛りのプレイをやってみますので聞いてみてください。はい、こんな感じになります。いかがでしたでしょうか。今ずっとこの手の位置が、まあ、この辺りをね、叩いていたと思います。ずっとこうこの辺りでストロークしながら音色をミドルにしたりハイにしたりすることによって、こういろいろね、表現することができるというふうになります。はい、では軽く前回のおさらいからしていきます。前回のハイトーンを叩くときには、まず叩くポジションですね。叩くポジションは響き線、スナッピーが通っている真上を狙いましょうと言いました。前回シールを貼りましたね。このカホンで言うと、このポッチがあるところにこう響き線が通ってますので、この真上に当てる、叩くようにします。で、手が当たる位置なんですけども、今このシールが貼ってある、だいたいこの指の付け根あたりが、このカホンの上の縁に当たるようにして、
ハイトーンの時はここと各指の先端部分、だいたい指紋があるあたりですね、各指の指紋あたりが同時にこの下方に当たって離れると、はい、力入れてね、おりゃとやらなくて大丈夫ですよね。軽くね、楽にブランブランの手の状態、楽な状態にして、このまま当ててあげればいいという話でした。で、今回やりますですね、ミドルトーンはこれ当てるところは同じです。同じくこの響き線、スナッピーが通ってる真上あたりを狙って、このシールが貼ってあるところ、ここが上の縁に当たるのも全く同様です。ただ違うのはですね、今回はこのあたり、この各指の第二関節あたりが当たります。はい、このあたりですね、だいたい人差し指、中指、薬指の3本指の第二関節あたり、このあたりを、まあ、一つの面だと考えて、この面を打面に当てる。はい、するとハイトーンの時よりもちょっとまとまったトゥントゥントゥンっていう低い音を引き出すことができます。これがミドルトーンです。つまりハイトーンの時は指先、ミドルトーンの時は指中っていうかね、第二関節あたりになります。で、こう当てる部分を微妙にこう、この指の開き具合によって切り替えているっていうことなんですね。こう指を楽にして丸まれする、こういう状態にすると、こう当てた時に必然的にこの指先が当たると思うんですよ。で、この辺りがちょっと浮いた状態になると思います。これがハイトーンの状態で、ミドルトーンの時はこの辺りを当てたいので、こうちょっとね、指を開く、伸ばしてここを面にする、平らな形を作ってあげるようなフォームにするとミドルトーンが出せます。なので、この微妙な指の開き具合、塩梅を調整するということになります。で、この指の伸ばし具合、丸め具合と合わせて、この指を開くか揃えるかっていうのも同時にやってみます。人間の手っていうのはですね、こう指を開いた状態、この隙間が空いている状態で何か叩くと比較的高い音がします。そのままこう指をね、閉じた状態にするとこう低い音がします。ぜひ自分の手のひらを指を開いた状態と指を閉じた状態で叩き比べてみてください。結構音程感が違うと思うんですね。で、ハイトーンの時は指楽に開いた状態にして、ミドルトーンの時はそのハイトーンと区別をつけたいので、こうキュッとね、閉じてまとめてあげましょう。そうするとこううまくまとまった低音、低い音を出すことができます。なんで、ハイトーンの時は指を軽く開いて、指の開き具合丸めた状態にして、ミドルトーンの時は指を閉じて、指を平らにする、面にして叩くというふうにします。交互にやってみましょう。はい、ミドル、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 はい、まずは片手ずつこの音色の違い、ハイトーンのカっていう音とミドルトーンのトンっていう音、この音色の違いをはっきりと出せるように練習して、慣れてきたらですね、こう両手一緒に練習して両手の感覚を揃えましょう。ハイトーンとミドルトーンを4発ずつ叩きます。ちょっとやってみますね。せーの。
こんな感じです。カッ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 ドドドド、カッ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 ドドドド。で、両手の手の形とかストロークの感じを限りなく揃える、左右対称になるように練習してみましょう。はい。で、両手で叩いていたのを一個ずつ右左手ずらせば、という音色チェンジの練習になります。これもやってみてください。8発ずつですね。このハイトーンとミドルトーンの音色のチェンジ、これで重要なのはやっぱりこの指の開き具合のコントロールですね。まあ、どれぐらいこの指を開くのか張るのかというところなので、なんかこううまく音色がコントロールできないなという方は、まずはね、自分の指がこう丸まった状態からまっすぐな状態、まっすぐな状態から丸まった状態、こういうね、指の動きができるかどうか、コントロールできるかどうかっていうのを確認してみてください。本当に音楽を演奏するときはこの微妙なさじ加減っていうかね、指の柔らかさ開き具合で全然音色が変わってきますので、このコントロールができるように日々練習してみてください。で、あとミドルトーンを叩くときはとにかくこの辺りを意識するということですね。もう前回のようにですね、できたらもうこの辺りにペタッとね、貼ってしまうシールを。そうするともう意識がね、ここに向くようになりますから、一回騙されたと思ってここに貼ってみてください。すると、あ、ここを当てなければと、そういう意識になりますので、うまくミドルトーン鳴らせないなという人はぜひやってみてください。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。冒頭にも言いました通りですね、もうハイトーンとミドルトーンという2種類だけ使い分けられるだけでも、ここね、多彩な表現フレーズだったりリズムっていうのを叩くことができますので、まずはこのね、音色の違い、体の微妙なコントロールの違いっていうのを確認しながらしっかりと練習してみてください。で、この手の微妙なコントロールで音色が変わるっていうのは、まあ、実はね、カホンだけじゃなくても他のハンドパーカッションでもそうだし、極端な話ね、机とか鍋とか、とりあえず叩けるものであれば何でもこの音色の違いっていうのが出せます。で、以前挙げた動画でこの手のひらでね、この音色の違いを出す練習方法というハンドパーカッションの上達方法という動画を挙げておりますので、その動画も参考にしつつ、こう空いた時間にね、手のコントロール、音色のコントロールっていうのをやると早く上達できると思いますので、よかったらやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやっておりますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。